こんにちは、オーライナイト FC 背番号7番藤田亮です。今回第2回の密着動画始めていきたいと思います。今回のカメラマンはこちらの方です。青です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田選手、前回記念すべき第1回の密着動画だったんですが、はい、反響はありましたか？そうですね、僕の家族だったり職場の上司の方が見てくださってよかったよっていう声をいただきました。素晴らしいですね。家族も上司の方も見てくださったということで。そうなんですよ。ちなみに藤田選手、はい、まあこういった形でインタビュアーみたいな形で出演されてるんですが、うん、前回の出来は藤田選手的には何点ぐらいでしたか？前回の動画の出来は、100点満点中50点です。おっと、低いですね。いや、低かった。なんで50点なんですか？自分で動画見返して、テンションが低いなっていうのと、もうちょっと、前回、第1回目は、キムさんでしたけど、もうちょっと彼の良さを引き出せなかったっていうところが50点につながりました。よし。じゃあ、今回はテンション上げ目で。上げ目で。選手の良さも出せるように。はい。いければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今回第2回の記念すべき選手をお呼びしたいと思います。こちらの方です。どうぞ。こんにちは、オーライナイテッド背番号23の新井伊吹です。よろしくお願いしま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 す。笑顔が素晴らしいですね。ちなみにお互いなんて呼び合ってるんですか？僕は、伊吹キャプテンのことを伊吹くんって言ってます。私はレオだね、そのまま呼んでますね、うんうん、はい。イブキくんっていうのが可愛いですね。確かにくんだよね。そうですね、イブくんですね。イブキでもいいけど、もういやーもうくん付けなんで。あ、そう。年齢的には新井選手の方が、私が28になった代で、うん、レオが21です。若い。だいぶあれなんですね。7個違うんだね。そうですね。そうだね、1個違うんだね。入団自体はどっちが先っていうのはあるんですか？私が2020年からの選手で、うん、レオが今年の、はい、今年の22年か、うん、2年前。そうなんです。二人の仲はちなみに、まあでも今見てると仲いいのかなっていう雰囲気は漂うんですけど、どうですか？それはめちゃくちゃいいです。よかったです。じゃあ楽しく撮影していけそうですね。はい。じゃあ、今回、密着への意気込みをよろしくお願いします。意気込み、そうですね。まあ、キムさんの第一回を見て、うん、まあ自分もちょっとうまく話せるかわかんないですけど、いい雰囲気作りを全体でやっていきたいなと思います。はい。今回の対戦相手はヤキマンズさんですけど、ヤキマンズさんの印象はどうですか？そうです。ヤキマンズさんはまあ群馬県の戦いでもやったことないですし、うん、正直まあどういうチームかっていうのがわからないんで、はい、まず相手リスペクトしながら、うん、あのチーム全体で入れればいいなと思います。はい。で、今回の試合で特に注意してやるべきこととかはありますか？注意すべきことはやっぱりまあ開始直後と、うん、まあ飲水後とかスローインの時とか、はい、まあチーム全体が切らさないように、うん、やっていくことをまあ注意しなきゃいけないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ今日の試合の目標よろしくお願いします。目標はまずは無失点、はい、無失点で必ず勝つ、うん、勝つことがやっぱりまあ雰囲気全体も良くなるので、はい、でね、まず本当にそこが大事なところだと思います、はい、頼む。個人的にはどうですか？個人的な目標はまあそうですね、自分自身も得点に絡んで、お、まあハットトリックを。ハットトリック。結構大きく出ましたね。カメラ収まってますか？大丈夫ですか？ハットトリックして、はい、まあ3対0以上で勝つと。お、素晴らしい目標です。個人目標です。さすがです。まあ目標は高くね。はい。ゆびくんの試合前のルーティーンとか教えてもらっていいですか？試合前のルーティーンはまあその YouTube とか今動画サイトとかで、まあプロ選手のいい、うん、プレーとかをまとめた動画があったりするんで、はい、それを見たりとか、はいはい、まあ直近の試合見てとか、まあいいイメージを頭の中で想像しながら、うん、アップから入っていくっていうのを、まあルーティーンっていうほどではないですけど、はいはいはい、心がけてやってることの一つかなと思います。はい、ちなみにゆうくんが好きなサッカーチームはどこですか？自分はプレミアリーグのマンチェスターシティ、マンチェスターシティチームがすごく見てて楽しいんで、はい、うん、そうですね、必ず勝ちますしね、やっぱり面白いですね。今新加入のハーランド選手もね、絶好調ですね。いやー、すごいですよね、うん。2試合連続ハットトリックで、はい、昨日の試合かな、もう1点きちんと決めて、うん、結果残す選手だなって思いますね。うん、じゃあハーランド選手に負けないように、ね、今日は新井選手がハットトリックということ。はい。ハットトリック。イル君がキャプテンとして意識してることは何ですか？意識してることは、うん、まあ
他の選手とコミュニケーションよく取ったりとか、うん、まあ、試合前とかに、まあ、ここから試合に臨むぞって、まあ、アップの時から、はい、まあ、スイッチを入れるじゃないですけど、うん、きちんとこう全体としてまとめていく意識はしてます、うん、アップの時からやってます。やっぱ選手の僕たちもそれキャプテンがそうやってやってくれてるんで、しっかり試合に入れてると思う。本当かお前それちょっとなんか いい感じに言おうとして考えてましたね。今ね、俺の前でが喋ってんだろって。いや本当に思ってます。それではキャプテンのゆっくんに注目しながら密着していきたいと思います。それでは密着スタート。切り替えて全力勝ちに行きましょう。よし、行くぞ。この試合10分前なんで、ちょっと各々リラックスしながら試合に臨めると思うんで、いいゲームにしたいと思います。まあ、もちろんね、状況によって変えてもいいで、基本的にはでタクトに入った時のタクトがいい感じで持った時に、やっぱフォワードのこの縦関係に、オッケー、スタートからいい入り行こう。よし、全力活用。よし、いざ、よし、よし、詰めちゃおうか、ずっと質問コーナー、やってまいりました。どうでした？1回目のキムさんのちょっと硬かったかな。硬かったか。俺も硬かったと思った。第1問、今シーズン初めて、オーライ NTC のキャプテンを務めることになりましたけど、はいはいはい、そこはどう感じてますか？そうですね、まあ、キャプテンを正直、うん、学生の頃とかもやったことがなくて。そうなんですね。自分がキャプテンやれるのかなっていうのが、まあ、まず第一にちょっと心配だったんですけど、はいはいはい、まあリーグも後半戦まで来て、うん、多少人となりが選手の人となりが分かるんだよ、うん、ごめんなさい、分かったようになってきたつもりなんで、はい、まあそうですね、言われた時はちょっとびっくりしましたけど、今はまあなんとかこう頑張ってやってます。頑張ってます。本当にそうですね、ちょっとなんとか。藤田選手的には何点のキャプテンですか？これ厳しめでいいですか？厳しめで。さっき50点って言ってたし、自分のこと。確かにな。確かに。100点満点中。80点で。リアルなとこ。ちょっと、100点って言われるのかと思った俺。100点って言われるか、30点とか20点とか言って笑うのか、なんかすごい中途半端で本当に真剣な採点になっちゃってるんで大丈夫ですか？ここ厳しめにちょっと。なるほどね、まあ、ありがとうございます、はい、まあ、厳しめにね、はい、あとじゃあまだ20点成長の余地があるキャプテンってことですね。伸びしろですね、やっぱり。ああ、はい、なるほどね、確かに。どういう風にやればいいだろうねって
思うんだよね。あ、そうですね。そこですね。難しい。まあ本当にキャプテンの形って人それぞれだから、うん、まあ正解ってないと思うけど、まあそうね、やったことがないからなんともちょっと正解が申し訳ないんだけど出なくて、ちょっと本当に 20% はこれから、はい、後半戦に向けて 100% になって 120% になってやっていくんで、いい君だったら絶対 100% お願いします。じゃあ第2問、来年の2023年に、ゆう君は奥さんとの結婚式を控えていますけど、プライベートな急に迫っていきたいと思います。あ、なるほど。で、今奥さんとの、生活はどうですか。まあそうですね、入籍したのが今年の2月の22日2022年2月22日で、はい、ちょっともう二度と忘れられないようにちょっと忘れっぽいんでね、私が入籍して、はいはいはい、まあもう半年ぐらい経つのか、うん、なのでまあその前から一緒に住んではいたんで、はいはい、そんなにこう何か劇的に変わるとかはないかなと、うんうんうん。この前、リュウ君と奥さんが話してるとこ見ましたけど、あら、そう、めちゃくちゃラブラブでした。ラブラブかマジで。作ってるから。あ、作ってる。あ、ダメでしょ。見てるか。じゃあ、あれじゃないですか、この質問のコーナー最後に新井選手から奥様に向けて一言もらってバンって終われればいいんじゃないですか。それが一番いいですね。ありがとうございます。厳しいね、それ、はい、永遠に残るでしょ、だって永久保存です。永久保存かきつ。なんか喧嘩した時とか、ちょっと気まずくなった時とかになるほど、この映像を送る。あ、プライベートで使っちゃう。使っちゃう。じゃあ奥さんに一言お願いします。いや、まあいつもいろいろ助けてくれてありがとう。愛してます。ありがとうございます。質問コーナーでした。中に出して、よし、あれ一発でいきましたね。結構フリーだったんで、ね、でかいな。ナイスプレーでした。結果すごい良かったとは思うんだけど、まあ、みんな感じてる通り多分まだあと1点2点3点取れたかなっていうのと、やっぱりあの後半80分ぐらい、後半っていうかその80分から90分の間で、あそこはやっぱもっともっと出れるようになったら全然変わってきたと思うんです。この1週間もまたすごいいいトレーニングして、いい準備して、来週こそしっかり勝って、この3連戦締めましょう。 OK、 じゃあお疲れ様でした。今日の試合を振り返ってゆうくんお願いします。いやー、4対0ということで、うん、まあ、いい内容でできて、はい、チームの雰囲気も良くて、うん、まあ、もっと 1,2 点、まあ、よく言えば取れたかなっていうゲームではありましたけど、うん、まあ、まず勝てて良かったと思います。ありがとうございます。で、個人的には選手点ゆうくんが決めてくれたから、チームがグッと
はい、勢いついたと思うんですけど、そこは。いや、そうですね。あれはもうフリーキックで、まあ、セカンドボール全員で意識できたところが、うん、まあ、たまたま自分に来ただけなんで、はい、本当に押し込むだけだったんで、うん、いい準備ができたと思います。いや、いいところ見せれましたね、逆動画。いや、よかった。いや、でもちょっと待ってください。はい。いや、私の記憶確かだったら、1点でしたっけ？あれ確かに。まあまあ。振り返ってみれば。次節にということで。ああ、なるほど。素晴らしいですね。33% ということで。はい。トナンサテライト戦、控えてますけど、その意気込みお願いします。トナンサテライトさんは、まあクラブ選手権でちょっと苦い思いをして、うん、まあ、チーム全体で、まあ、次に備えていくことが本当に大事だなと思うんで、うん、また一週間あるんで、気持ちここから引き締めて、必ず勝って、はい、終わりたいと思います。そうですね。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、今回、第2回目の、密着、ゆびくんでしたけど、密着されていかがでした？密着、そうですね。密着はもう、もちろん初めてなんで、ちょっとドキドキした部分もありましたけど、はい、まあ、いつも通り、できたかな、とは思うんで、うん、まあそうですね。密着されてもされてなくても、うん、変えずに、はい、はい、今後も、オーライナイトの一員として頑張っていきたいと思いますので、うん、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今回の密着はキャプテンのゆうきくんでした。次回も選手の素顔に迫っていきたいと思います。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、バイバイ。